こんにちは。愛機の学びや指導員のくぼっちです。さあ、副音声動画、今日は体の使い方シリーズから草の抜き方という動画の副音声、お送りしたいと思います。はい、始まりました。一緒に登場しているのがですね、山わさびマイスター北村海さん、通称海ちゃんということで、北見のね会員さんに後になる方なんですけれども、この時はですね、落語界の番宣も兼ねてこんな着物でね撮影をしていたわけでございます。で、この体の使い方シリーズはですね、一応リクエストを受け付けておりまして、この動きについて教えてほしいとか、そういう声があれば、その都度ね動画をね撮ろうと思っていたんですけれども、そんな時にこの海ちゃんが、この草の抜き方、畑のね雑草取りのコツを教えてほしいと、まあそういうリクエストがあったので、ああじゃあ実際に海ちゃんの畑家に行ってやろうかということで、この説明動画、この動画自体も本当にその現地に行ってね、じゃあこんな感じでってんで、10分ぐらいで撮っちゃった動画を、まあ編集したものですね。事前にこんなことやろうみたいな打ち合わせなく、もう当日じゃあ始めますみたいな感じで、説明してやった動画なんですけれども、このね、まあ今説明している通りなんですよ。ブドウの握り方って、そんなにねギュッと全部の指に力込めて握る必要がないんですよね。これは確か居合古流柔術をやるね黒田哲庵先生だったと思うんですけれども、河野義則先生ですね。古武術研究家の河野義則先生、なんかもよく言っている、指全部握る必要ないと。指全部握るっていうのはね、いくつもあるエンジンを全部フル稼働させるのと一緒だとね。でもそれはすごくエネルギー効率が悪いと。必要なねところのエンジンだけ付加したものっていうのは動くんだという、まあそういう理屈で、指の場合は握るだけだったら全部の指を握る必要はないんだよと。エスパーマミみたいな指、わかりますかね、中指と薬指だけ握る握り方とか、そういうことをね河野先生は指導されていたりしますけれども、まあ物を握る、武道でいうと刀を握るっていう時もやっぱりね小指の方が肝心なんですね。小指から握る、そして脇を締めて、まあ、人差し指のね付け根を上からこうかぶせるというような、まあ、そういう握り方になります。そして当然刀でございますから、自分の体の中心で使うわけですよ。自分の体の中心でないと、あんなね鉄の棒ですからね、言ってみればあんな重たいものを振り回せないわけでございますので、この握り方をそのまんま草の握り方に応用して、で私ね結構草むしりの仕事みたいなのもやってましたからね、もう本当に今までどれだけの草をむしってきたかとかわからない。まあこういうことを使いながら、仕事の中でもいろいろ試しながら、まあ、実践して覚えていったわけでございます。でもうすっかり海ちゃんがね草を抜くところ終わっちゃいましたけれども、海ちゃんのリアクションがまたいいんですよね。まあここもね、わさびの説明をしながら、わさびを掘るところからやってますけれども、着物、まあ浴衣ですか、浴衣を着たまんまこのね、スコップで持ってわさびを掘るっていう、この絵面がねもう何とも言えずすごいですよね。もうそのまんまねステージに上がってもいいような格好で、わさびを掘っております。海ちゃんはですね、重症筋無力症というね、体中の筋肉の力が抜けてしまうという難病の持ち主でございまして、非常に疲れやすいというそういう体質なんですね。ですが合気道の稽古に参加してくださってですね、合気道の稽古に出るとむしろ元気になると言ってね、普段はあれですよ、コンビニ一周したらもう疲れちゃうっていうぐらい体力がないらしいんですけれども、それでもね、2時間の稽古ついてきますからね。だからそれだけ合気道をやると体が活性化するし、気の巡りが良くなる、それに効率よく動くということをね本当に
身をもってね証明してくださっている貴重な会員さんでございます。さあそしてここからね海ちゃんが大好きな大好きな山わさびについて語るというコーナーでございますけれども、何しろ海ちゃんはもう小学生の時からスコップを持ち歩いてですね、学校の、帰りに、ね、わさびを掘って帰ってくるというような、道草を食うじゃない道草を掘ってくるような、そういう女の子だったそうでございます。そしてこの山わさびの食べ方をいろいろ研究しておりまして、この動画でも言ってますけれども、すりおろして食べるのは当たり前ね、だけどこれをスライスしてもう皮ごと煮ちゃうんだと。そうすると、山わさびの中に含まれている亜鉛を豊富に取ることができるんだよということでね、山わさびマイスターとして、活動もされております。ホームページもありますので、ね、ぜひぜひチェックしていただきたいとそう思います。さあそしてこの海ちゃんとはこの動画の後もですね、何回かコラボすることになりますね。かぼちゃの切り方とか、まあ実にね、主婦目線でもってこんな体の使い方を教えてくださいというふうにリクエストをくださる。ありがたいですよね。だって実際に使えない動作ね、日常的に使う動作こそ皆さんそのコツが知りたいじゃないですか。ですから、この動画をご覧になった皆さんもですね、ぜひぜひこの海ちゃんのように日常でよく使う動作こそこの体の使い方でどう変わっていくのかというそのあたりのねリクエストをくださると嬉しいです。はい、というわけで2人でもって浴衣姿のまんま YouTube 撮影に臨んだんですけれども、私は落語、海ちゃんは歌を歌う、落語と歌というね、コンビでもって活動もしておりますのでね、まあ今のところ縁がある北見でもって活動をしておりますので、もしイベントがあるということを知った時はですね、ぜひぜひ足を運んでいただければありがたいなとそう思います。以上、体の使い方、草の抜き方、副音声動画でございました。ありがとうございました。